現役引退後のジュリー・クローンジュリー・クローンはアメリカ合衆国の競馬機種であるミシガン州ベントンハーバー生まれベルモントステークスやブリーダーズカップに優勝した1981年に機種デビュー1989年にはスポーツイラストレーテッド氏の同年5月22日号の表紙を飾っている1993年コロニアルアフェアに起乗して ベルモントステークスに優勝。女性騎手として初めてアメリカ三冠競争を勝利した。1994年にはアメリカ大手のスポーツ専門チャンネルの ESPN が全ジャンルのスポーツ選手から前年度最も活躍した選手を男女1名ずつ表彰する SP 賞の女子部門を受賞した。なお、2020年現在、 男女問わずこの賞を受賞した騎手はクローン以外にいない。落馬事故により1999年に一旦引退し、ブランクがあったが2002年11月1日に現役復帰、11月7日のハリウッドパーク競馬場でジェイドビク戦に起場して復帰後の初勝利を飾っている。同年12月26日にはデボネア城でマリブステークスを制し、復帰後初となる。 G1 勝利を挙げた。翌2003年のブリーダーズカップジュベナイルフィリーズでは、ハーフブライドルドに起乗し優勝。こちらも女性騎手初優勝となった。しかしその数週間後に暴れぼれを数本骨折してしまい、復帰したものの2004年7月8日に2度目の引退を表明。通算3704勝という成績を残した。うち重賞競争での勝利数は130勝。 以上であった。現在の夫は競馬専門シデリーレーシングフォームの執筆者。子供は二人いる。2000年には女性騎手発のアメリカ競馬殿堂入りを果たしている。1990年秋から冬にかけてジャパンカップやワールドスーパージョッキーズシリーズ機場のため来日し、同年11月24日の東京競馬場の騎手招待競争インターナショナルジョッキーズを サイバーフィールドで優勝。日本の中央競馬で起乗。勝利した初の女性騎士として話題となった。ありがとうございます。